どうもこんにちは、しゅんじです。今日はですね、前回ご紹介しました7月のトミカ日産 NV200 タクシーなんですけど、コメントで後ろの席に人が乗ってますよってね教えていただいたんで、早速ね見てみたいと思います。スライドドアを開けると、よいしょ、ほんとだ、奥の方ですね、奥の方に人が座ってる黒い人が座ってます。ぐるっと回して、あー、こっちから見てもわかりますね。まさかね、人が乗ってると思いませんでした。すごい。これが通常版なんですが、初回特別仕様の方にも乗ってんのかな。よいしょ、じゃ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 ん、あれ、あ、乗ってる乗ってます、人が乗ってます。くるっと回して、こっちから見ると、あ、乗ってますね、人が乗ってます。ということで、コメントで教えていただきました日産 NV200 タクシーの中にはですね、人が乗ってるすごいですね。あとですね、ブルーインパルスの第2箇所僕ね、セットして紹介したんですけど、この角度ですね、この角度ね、おもチャンネルさんがね逆につけてたんですね。こうやってね写真撮ってたんですよ。こうすると、あ、落ちた。こうすると飛行機が加工してるような感じに、セットして飾ることもできるみたいですね。確かにね、こうやって飾ってもかっこいいですね。最後にトイザラスさんでこちらのトミカを買ってきたので見ていきたいと思います。トイザラスオリジナル日産 GTR ニスモ GT3 プロジェクトトランスポーター、トイザラスオリジナルになってます。アクションはですね、本体取り外し、左右可動、後部パネル開閉となってます。箱の方はこんな感じです。では出してみていきます。じゃ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 ーん、入って、おー、かっこいい、出てきました、かっこいい。トランスポーター、カラーは白色ですね。フロント周りこんな感じになってまして、だいたいいつもと同じような感じですね。ホイールの方はノーマル形状のホイールになってます。はい、後ろはこんな感じです。大きく日産、そしてニスモって書いてます。後ろには GTR、 そして GT3 と書いてます。かっこいい。くるくるっと回して、一番後ろこんな感じで、アクションに後部パネル開閉機能がついてます。中はこんな感じです。はい、くるくるっと回して、反対側のサイドはこんな感じです。かっこいいですね。トレーラー部分の一番前にはこんな感じで日産ニスモと書いてますね。で、アクション、左右可動と、あと本体取り外しですね。くるくるっと回して、パカッと外すことができます。こちらのトレーラー、僕が気に入ってるのはやっぱりこの GTR の文字ですね。とりあえず僕はこの GTR の文字がかなり気に入ってます。はい、今回は7月のトミカ、コメントで教えていただきました NV200 タクシーの後ろの席には人が乗っていたっていうのとですね、あとブルーインパルスのこの台座ですね、台座を使って違う角度でセットすることができたのと、今回買ってきましたこちらトイザラスオリジナル日産 GTR ニスモ GT3 プロジェクトトランスポーター、こちらの方をご紹介しました。また何か抜けてるところがあれば、ぜひぜひコメントでね教えていただけると助かります。それでは今回はこの辺で、じゃあまたね、バイバーイ。